ナンシー・パットナム・ホリスターはアメリカ合衆国の政治家。第66代オハイオ州知事を務めた。1949年5月22日にオハイオ州マリエッタに誕生する。県ント州立大学に通い、大学を出ると共に主婦となった。彼女の政治経歴はマリエッタ市の市議会議員から始まり、後にマリエッタ市長に選出される。1994年に、 ジョージ・ボイノビッチの副知事候補として当選した。ボイノビッチが連邦上院に入るために知事を辞め、彼女は1998年12月31日から1999年1月11日までの短期間オハイオ州知事となる。ホリスターはオハイオ州知事では初の女性であり、彼女の肖像は衆議会議事堂の州知事肖像コレクションの中にかかっている。 彼女はアメリカ独立戦争時の将校であり、マリエッタ氏を創設したルーファス・パットナムの子孫である。1998年にホリスターは共和党の前職、フランク・クレマンズを破って指名を受けて連邦会員議員選挙に出馬したが民主党のテッド・ストリックランドに破れた。クレマンズは1994年に現職のストリックランドを破ったが1996年には 彼に敗れた。ホリスターは2001年から2005年まで衆会院議員を務めた。2004年の選挙では比較的穏健な共和党政治家のホリスターに挑戦する民主党のジェニファー・ギャリソンに参戦を阻まれた。その選挙戦での重要な論点は同性婚を禁止する法案へのホリスターの反対であった。ありがとうございます。